新多角的貿易交渉とは、WTO 加盟国による通商交渉で、農産品、工業品の貿易自由化だけでなく、サービス、途上国問題、紛争処理などを幅広く扱う新たな通商交渉全般のこと。WTO における通商交渉全般を指しては、通常、ラウンドという呼称が用いられるが、あるラウンドが合意され、 その次のラウンドが開始されていない状態において、次に行われるべきラウンドを指して、特に新多角的貿易交渉という故障が用いられる。1999年10月から11月のシアトル閣僚会議では、ウルグアイラウンドの結果に落胆した開発途上国の反発によって、立ち上げに失敗。そして空白期を置き、二千一年十一月のドーハ閣僚会議で、 ようやく交渉立ち上げに成功した。このため、2001年11月から開始した、今回の WTO 加盟国による通商交渉を、同派ラウンドと呼ぶ。しかし、実質合意を目指した2003年9月のメキシコ関空での閣僚会議では、交渉が決裂、WTO の求心力は失墜した。新ラウンドの枠組合意の、 期限日は2004年7月31日だった。2004年7月31日からジュネーブの WTO 本部で一般理事会が開かれ、枠組み合意が論議されたが、農業自由化をめぐる対立から正式に採択されたのは翌8月1日未明だった。関税引下げ方式や削減対象となる農業助成策の区など、具体的な交渉の土壌を整えたが、 争点の一つである上限関税は今後の検討課題となり持ち越された。2001年11月の同派閣僚会議で最終合意期限とされた2005年1月1日は延長され、具体的な期日は2005年12月に香港で開かれる閣僚会議まで先送りされた。しかし、香港閣僚会議では交渉方式の基本設計に合意したにとどまり、 翌2006年7月、主に北半球に集中する先進国とブリックスなど南半球の国家を含む新興国の対立から交渉は中断された。交渉は2007年1月に再開され、2008年に包括合意寸前まで進展したが、同年8月には新興国に対する関税引き下げ要求をめぐるアメリカとインドの対立で決裂。 その後アメリカはリーマンショックに橋を発する世界的な景気低迷や中華人民共和国との対立から通商交渉の基軸をラウンドから艦隊平洋パートナーシップ協定や自由、貿易協定、経済連携協定などの2国間自由、貿易協定に移し2011年12月17日 WTO はジュネーブでの定例閣僚会議で 近い将来の包括合意を断念。同派ラウンドの評価については、2015年12月のナイロビ閣僚会議では、閣僚宣言の第三部、今後の WTO の方向性で、多くのメンバーは、同派開発アジェンダを従来通りの枠組みで、継続することの全メンバーによる再確認を要求。他のメンバーは、多角的交渉から意義ある成果を得るためには、 新しいアプローチが必要として、同派ラウンド交渉の継続を再確認せず、となった。これは、交渉開始14年を経た、同派ラウンド交渉につき、その継続の可否をめぐり、先進国と途上国メンバーの間での立場が、両極に乖離し、その溝を埋めることができなかったため、両者の立場を両論併記する内容となったと、されている。WTO。 全会一致の手法限界、同派包括合意断念毎日 JP。2011年12月18日閲覧。WTO、閉幕、同派包括合意断念二国間に、軸足毎日 JP。2011年12月18日閲覧。 h t t p w w w m o f a g o j p m o f a j e c m s h o t ラ t o n p a g e 1 2 0 0 0 0 4 html-http コロンスラッシュスラッシュ www.mofa.go.jp スラッシュ mofaj スラッシュ ecm スラッシュショートトンスラッシュ pag e 1 2 0 0 0 0 4 html ありがとうございます